昔収容物の二次検査はしてないはずなのに。この門の向こうにある洞天に古族の宮敵風霊が収容されています。慣例では妖精の施設が100年に一度ラフを訪れ、風霊の状況と生死を確認することになっています。獣王氏の判決により風霊は無限剣樹の刑に処され、日々苦痛を与えられていますが、私はよく知っています。妖精の施設たちが真に望んでいるのは風霊の死だということを。残念ながらこの700年間彼らはいつも失望して帰っていきました。あれは殺せない悪獣なのです。もし世界最悪の毒が薬の元となり、婿の命を一つでも救うことができたなら、奴が犯した罪も少しは償えるでしょう。妖精の施設は今回も失望して帰るだろう。しかし私たちは違う。何者？私はモード、再建領軍のしがない作門官。ブベン、低層に侵入者あり、急ぎ増援を。ここは幽谷の底、貴様らの叫びは誰にも届かない。牢屋を開けてくれたこと礼を言うぞ、ハンガン。あとのことは私たちに任せればいい。ずっと獣の匂いがしていたのは気のせいではなかったのですね。モゼ、やってください。二人とも忌み者どもを近づけさせないでください。もう守って通してはいけません。階に上がりました。少し前にここで激しい戦いがあったようだな。
獄門と牢獄同点のつながりは切られてるけど、風霊は逃げ出したみたい。妖精の使者は、お姉ちゃんはまだ生きてるよね。この辺りを探してみよう。何か見つかるはずだ。節意はここにいる。節意は戦死した。カンが気の毒に。え、違うけど。何か誤解してるみたいだね。中央の運転でお姉ちゃんは数百年前に気候の体になった。死後に魂が因果殿の資料庫に戻ることはもう日常茶飯事なの。お姉ちゃんが体を激しく消耗させて簡単に替えが効く部品みたいに自分を酷使するところは見たくないけど。そうだ、死傷者の中に妖精の施設らしき人はいた。一人は綺麗な服を着た小族で、もう一人は暗い色のローブをまとった犯罪者みたいな見た目の人だったはず。いや、堀人を除いて死体の中に小族に似た者はいなかった。つまり襲撃者と風霊は妖精の使者をさらったってことね。最悪の事態、人質がいるとなると看守たちも手が出せない。万が一のことがあったらラフと妖精の関係にも取り返しのつかない亀裂が入るかもしれない。どうにかして施設を助けてここを出て外部に情報を送らないと。少しでも希望があるなら諦めるわけにはいかない。ところでカンガは何か見つけたのか。私、戻ってきました。おかえりなさい、お姉ちゃん。こういう時、どんな顔すればいいのかわからないの。喜び、嬉し泣き。うん、お姉ちゃんがいろんな姿で戻ってくるのにはもう慣れてるもん。ただの、一時しのぎです。この体は私のすべてにはわば耐えられません。お姉ちゃん、死んだ後に何を見たか教えて。妖精の死者の一人は脱出した。もう一人は俗に拉致されて上へ逃げられたのか。堀人以外に目に見えない侵入者がいる。目に見えない侵入者、それってどういう意味？はあ、一体どれだけの陰謀が絡み合ってるの。お姉ちゃん、お願い、力を貸して。襲撃者が優秀国の内外の通信を全部遮断したの。今邪魔されずにここから脱出できる人じゃなくて鳥はお姉ちゃんしかいない。だからどうか、どうかここの状況を外に伝えて。私、わかりました。カンは気をつけて。あなたは私とは違うのですから。